週刊ポッドキャスティングプレゼンテッドバイキャンパス週刊ポッドキャスティングですね。早いもので31号になりました。3月8日の配信です。今日はトランスクリプト&ボイスライティングということで、今ちょうどブログ2.0 時代のポッドキャスト展開というシリーズでお話をしてるんですけれども、まあ旧来型のポッドキャストの時代から新しい展開が始まってしまったわけですね。これはもう嫌がおうにも進んでしまうと。で、これを私はブログ2.0、さらにポッドキャスト2.0というふうに呼んでるんですが、これまでの常識がどん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 崩れていくということで、このポッドキャスト 2.0 の時代へということで、今日がその3回目ですね。一つ目では、まあ速報性と機動性、スピードとタイミングっていうことがこれからのポッドキャストには求められてきちゃう。まあもちろんそうじゃなくてもいいんですが、そういうポッドキャストがどんどん出てくる。それから無編集とライブ感、ミニマルエディティングとライブテイスト。まあこのスピードとタイミングを追求しようとすると、どうしても編集は最低限に抑え、しかもライブ感が増してくるという傾向を帯びるわけですよね。で、今日はそれに加えて、音声筆記と文字対応、トランスクリプトとボイスライティングというテーマでお話ししたいんです。